話しちゃいけないんだけど、一人はだから今のパターンでなんですけど、あのなんていうかな、こう傘を使ったりっていう風な、だからその目を閉じる感覚っていうのは普通の健常者にないじゃないですか。そこのところでこれが補助役であると全然でね、みんな学生ちゃんたち目開いちゃうんです。当然だってやっぱりその交通量の多いところでやっちゃうので、あの怖いっていう思いがあるんだと思うんですけど、早い子は1分で開いちゃうんです。もうダメだと思ったら手を上げて止まってって言ったら出ました、止まりましたみたいな、もうダメっていう。でもちょっとこういう風にして自分を守るというか、で手は肩じゃなくて手をこのつなぎ方だけ、このつなぎ方だから、この距離感も良くないんだな、そうそうそう、体感がね、肩いいね、近いんですよ、体感に支えてくれるもんね、そうこうやってね、で、あのやっぱ体の向きそのものだから、こう分かりやすいんですね。手は多分こう方向を変えてるんで、そうなんです、そうなんです、だからここだと絶対に高さの変わったのも分かる、分かる。なんかね、こうなったりこうなったりも、わかります、ね。めっちゃ疲れない、汗っかきなんだから。じゃあ戻りながら。はい。